はい、おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。はい、今日はですね、アメリカ在住の日本人の方々、ちょっと今、日本に帰りにくい、雰囲気が、帰国しにくい雰囲気がちょっとあるということを、まあ、シェアさせていただきたいと思います。はい、まあ、アメリカだけでなくですね、今ちょっと海外在住の、まあ、日本人の方々、帰国するのに、ちょっとまあ、なんか帰りにくい雰囲気が他にの方もあるのかなと思いまして、まあ、お話ししようと思うんですよね。で、まあ、その理由としてですね、自分がまあ、人に、まあ、その日本の方々に、感染、まあ、させてしまうかもしれないという不安ですね。まあ、テストとかできるんでしょうけれども、まあ、そういったちょっと不安もあったり、ちょっと人間関係で、ギクシャクしてしまったとか、そういう話もちょっとあるんですよ。まあ、それについてちょっとシェアさせていただきたいなと、思ったんです。というのはですね、まあ、僕のこの動画、YouTube チャンネルですね、過去の、上げた動画が急にちょっと再生数、まあ、少しですけれども、なんか、急に、再生数がポンポンポンと上がってきた動画とかがあるんですよ。で、まあ、それはどういったの内容かというと、アメリカに帰国者増えるとかですね、まあ、そのコロナの関係で、とかですね。まあ、そういった感じの動画がちょっとなんか急に上がるようになっちゃったんですよ。で、あれなんでかなと思ったら、まあ、YouTube アナリティクスっていうので、自分のチャンネル、検索で、どういった検索で自分のチャンネルしてくださったとかが、わかるんですね。で、それで多かったのが、帰国とかですね、海外、帰国とか、まあ、そういった検索で、なんか先月ぐらいから急に、増え出したんですよ。で、これ、まあ、この内容、まあ、なんで増えたのかなとかちょっと思ってたんですけれども、まあ、おそらく、まあ、海外の方が、日本に帰ろうと今されてる、完全帰国されようとされている方が多いのか、もしくは、日本に住んでらっしゃる方が、海外の人たち、帰ってくるのかなっていうような、まあ、そういった内容で検索されているのか分かりませんけれども、まあ、急にちょっと上がってきたんですよね。うん。でですね、まずこのアメリカのこのカリフォルニアの、僕が住んでるロサンゼルスの状況からお話ししますと、実際今そのコロナの影響で、まあ、このコロナでですね、まあ、感染者全然収まるどころか、もう爆発的に増えてってるんですよ。まあ、どこまで報道されてるかわからないんですけれども、まあ、非常に、まあ、大げさでなく、まあ、あまり良い状態では、ないです。で、実際自分の友達も、多くの人たち今感染してってるんですよね。自分の友達とか知り合いとか感染していってまして。まあ、ただですね、で、ただ感染したとしても、まあ、それで、まあ、終了っていうわけではなく、まあ、僕ぐらいの年齢ですと、まあ、とか、もうちょっと若かったりすると、まあ、結構早い段階で感染しても、やっぱ、それなりに回復してる人たち多いんですよ。もうそんな重症化もしなく、もう、まあ普通の元通りの、まあ、生活といいますか、ね、まあ落ち着いた方とかも、まあいらっしゃいますし、まあそんな深刻ではないかった友達多いんですよね、感染したとしても。ただですね、ただ、まあそこでして、その、まあちょっと最悪なパターンといいますか、残念なパターンがあるんですよ。で、実際その、まあ同居している、ご家族の方に感染してしまって、まあ、いわゆる、まあ、お父さんとかお母さんに感染してしまって、まあ、ちょっと、まあ、残念な結果になってしまったという話がですね、ちょっと増えてきたんですよ。うん。で、まあ、僕の仲のいい、僕のちょっと友達もちょっと感染してしまったんですよね。で、まあ、そう感染して、で、ちょっと、感染してしまった、大丈夫って言って、まあ、話してて、で、いや、あんまり味覚ないけど、まあ、家で、今ちょっと休むみたいな感じで、で、そのままちょっと音信不通になっちゃった、まあ、僕と同世代の友達いるんですよ。で、あれどうなったのかなと思って、最近ちょっと連絡しても、なんかもう、ちょっと返信、帰ってこないし、どうしたのかなとかなんか思ったら、なんかちょっと聞いた話では、なんか、その、お父さんかな?なんか、それに、ちょっと感染してしまったんですよね。その自分が感染して、まあ、移しちゃったわけなんですよ。で、そして、まあ、そのお父さん、まあ、ちょっとあまり、まあ、高齢っていうのもあったと思うんですけれども、あまり免疫力が高くなかったのかもしれません。で、もうちょっと残念な結果になってしまって、で、もうその友達もちょっと落ち込んだまま、もう仕事も辞めてしまってですね、今もう引きこもってしまっていると。ね、もう自分のせいだ、自分のせいだっていうような、ね、もうそういった感じになって、もう非常にそういったもう精神面、メンタルでも、まあ本人は回復しているんですけれども、そういった話があるんですよ。で、こういう話をですね、今ちょいちょい増えてきたんですよね。だんだん。うん。で、まあそういった内容、状況があるわけです。でですよ。じゃあ、その、ま、日本に、ま、この、今、この段階で結構、今、帰国されたい人とかも多いんですけれども、で、
その自分が帰国してしまったために、その、まあ、一緒に、まあ、多くの人っていうのは、まあ、ご両親とか、まあ、とにかく、ご兄弟に会われる、まあ、ご家族ですね、まあ、会われる方とか多いと思うんですけれども、まあ、それに移したらダメとかですね、まあ、そのテストはできるんでしょうけれども、ね、ちゃんとテストして、いや、感染してないっていうのを、まあ、わかると思う、テストできると思うんですけれども、それでもですね、やっぱちょっと不安な部分、まあ、その友達によってはやっぱあるんですよ。うん、ね、その、まあ、自分のお父さんとかお母さんは、ね、もう本当にちょっと病気がちで、ね、もしものため、ね、いくら自分は大丈夫だとしても、まあ、このコロナってやっぱ分からない部分とか、まだ結構あると思うんですよね。うん。ね、最近では違う種類とかね、その感染力の強いとか、まあ、そういったのも、まあ、話とかもあるわけですよね。で、それで、もしもということで、今ずっと控えている友達とかもいて、もう、いや、もうな、私の家族はちょっとね、あんまり免疫力高くないかもしれないから、もう完全に落ち着くまでは帰らないとかですね、まあ、ワクチンの状況がはっきりするまでは、ね、もう動きたくないとか言って、ちょっと控えていらっしゃる方、多いんですね。まあ、ちょっとそういった状況、まあ、多分見てらっしゃる方でも、まあ、何人かちょっと心配して、そういった状況で帰るの控えてらっしゃる方も多いと思うんですよ。うん、まあ、そういった状況をちょっとシェアさせてもらった感じです。でですね、まあ、あと、まあ、もう一つあって、まあ、そんな中でも、まあ、まあ、普通に帰って、帰国してる友達とかもいるんですけれども、いることはいるんですけれども、僕の周りでも日本にですね、いるんですけれども、ただ、まあ、同じ日本人同士でですね、ちょっと、ま、いざこざというか、ね、なんかもう帰ると、ね、もうその、まあ、その住んでる地域とか、まあ、そういうのにもよるんでしょうけれども、まあ、その、いや、あそこの息子さん帰ってきたみたいよ、とかいう感じで、もう家族ごとちょっと、ね、なんか、距離を取られるようになったとか、まあ、人間関係がちょっとギクシャクしてしまったとか、なんかそういうちょっと話とかも聞いたりしてて、まあ、ちょっとそういったところは、まあ、残念だなぁと、ちょっと思う感じなんです。うん。まあ、僕、まあ、3月頃にですね、まあ、ちょっとコロナに関して、まあ、僕が、ま、アメリカ在住としてね、まあ、皆さんが、ま、一番興味あるのは、ま、コロナのことかなとか思って、3月頃からちょいちょい、ま、こういった話させてもらってるんですけれども、まあ、非常事態宣言とかも出てきた時ですね。まあ、ちょっと一部でですね、まあ、僕のコメント欄でも、まあ、こういったのとかもあったんですよ。いや、いや、海外在住者は立ち帰るなよ、みたいな感じのコメントが、まあ、僕は少ない方だと思いますよ。少ない方だと思いますけれども、なんか、そういうふうに、ちょっと、コメントもあったことがあったんですよね。で、なんか僕の友達の、なんか日本人の YouTuber さん、こっちアメリカでやられてる方たちも、なんかそうやって過去ちょっと言われたこと、まあ、その時期ですね。まあ、ちょっとあったみたいで、まあ、ちょっと、まあ、ギクシャクというかそういった面もあるんですよ。で、まあ、僕のチャンネルでしたら、まあ、これぐらいのチャンネルなんで、その炎上とかそういうことにはま、ならないでしょうけれども、で、まあ、その時も、まあ、そのままふっと、ね、まあ、そのコメント削除して、終わったんですけれども、まあ、そういったね、ことに、ちょっと、まあ、ちょっとね、うん、まあ、シビアというか、やっぱりそうやって思われてる方もいるっていうことで、で、ちょっと今日本に帰る方っていうのは、まあ、控えている人たち、まあ、そういった理由からも、まあ、ちょっといるという感じです。はい、まあ、なかなかですね、まあ、このロサンゼルスに関しては、うん、まあ、結構厳しい状況が、続いております。まあ、その自分がだから感染したとしても、その、やっぱ、結構ね、僕も聞いた話で、やっぱ高齢の方とか、その、やっぱ、もともと病気、その免疫力が高くない人っていうのは、ね、結構ね、あまりいい話はないんですよ。うん。まあ、ここがちょっと、まあ、それも恐ろしいとこですよね。で、そして、まあ、自分が、ね、その、まあ、僕の友達みたいに、あ、もう、ね、その、もう僕がもう、こう、なん、もうしてしまった、みたいな感じに、なって、もう、そのまま、もうちょっと、悩んじゃって、ね、もう引きこもっちゃったっていう友達とかも、ちょっとそういった状況とかもあるんですよね。で、そのまま仕事とかもできなくなったとか、まあそういった、まあ負の連鎖とかも今ちょっと起こっているということなんです。はい。まあですね、まあちょっと落ち着けばいいんですけれども、まあ僕の知人とかでもですね、まあ医療従事者の方とかもいらっしゃいますけれども、まあなんせ、すごい、大変な状況、らしいです。はい。まあ、今日はですね、まあ、ちょっとなかなか今帰りにくい雰囲気のね、まあ、そういった人たちもいると、まあ、いうことをちょっとシェアさせてもらった感じです。はい、ではですね、今日は以上なんですけれども、今日はですね、ちょっとパリスっていう、まあ、コーリアン系のパン屋さんに行ってきたとこなんで、パリスっていうコーリアン系のパン屋さんですね。これちょっと行ってきたとこなんですよ。僕、このアメリカって、パン屋さん、パン屋さんってアメリカのパンと日本のパンってなんかちょっと結構な差があるんですよね。で、僕結構
これでパンはやっぱなるべく日本に近いパンを食べたいんですよ。でアメリカのスーパーとかで行くとちょっとあんまりなんか買えないなんか売ってないんですよね。そう、日本で食べてきたようなパンで、こういうのはアジア系、台湾系とかコリアン系で僕パン買ったりするんですよね。ちょっと日本のパン屋さんが、日本日系のパン屋さんが近くにないものですから。でですね、まあ、今日はこのパリスっていうパン屋さん、なんかそこ有名みたいですけれども、まあ、僕ちょっとこういうね、あの中、まあ、これ日本でもこういうの売ってると思うんですけれども、あのチーズが上にかかってて中にハムが入ってるんですよね。ハムかな、ハムだったと思うんですけれども、まあ僕これ好きで、これをまあ、あのトースターで焼いて、まあ、パリパリって外がなるものですから、まあ、こういうの好きでよく買いに行くんですよ。これを買ってきた感じなんです。これはですね、まあ、3つほど買ってきたんですよね、まあ、こんな感じで、はい、同じやつこれ、はい、まあなかなか美味しいんです。日本で食べてきたパンに近い感じですね、うん、これがですね3ドル79セントだったと思うんですけれども、まあ、約400円ぐらいですね、うん、でこれとですね、まあ1個3ドル79セント約400円ぐらいっていうと、まあ日本だとこれぐらい値段すんのかな、ちょっとわかりませんけれども、こういうパン1つですよ、1つ で、 であとですね、まあ、こういったクロワッサン、クロワッサンですね、はい、これがこれ3ドル99セントだったと思うんですけれども、まあ、約400円ちょっとですね。はい。まあ、これ、まあ、ちっちゃいやつ。まあ、これも、ま、スーパーとかで、まあ、僕たまに買ったりするんですけれども、パン専門店で買うと、やっぱ全然味が違うんですよ。うん。まあ、ちょっと、まあ、僕は結構、まあ、美味しいと思うんですけれども、まあ、このサイズで、これは約4ドル、約3ドル99セント、約400円ぐらいでした。はい。まあ、これもですね、まあ、ちょっと、トースターで、まあ、中にちょっとバターでも入れて、食べる感じです。はい。またですね、なんかちょっと、アメリカのなんかスーパー、どんな感じなんですかみたいな、ちょっと見てみたいとかいう、そういうリクエストも、まあ、ちらほらあって、まあ、ご興味、他の方とかあるのかわかりませんけれども、まあ、そういった動画でも、もとかですね、まあ、そんなにでも良ければなんか撮っていきたいなとか思っている感じです。はい、ではですね、今日は以上です。はい、ピーナッツがやっとお菓子くれるっていう感じで待っております。この小さいお菓子、はいこれあげて終わりたいと思います。はい、ちょっと待ってよ。はい、はい、ではですね、今日は以上です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、いつもたくさんのいいねとか、ありがとうございます。あのコメントも嬉しいです。はい、ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。